いや、虫やら。はい。こわー、マジかよ。足元にひっつきすぎやろこいつ。はい、どうもありがとうございます。お疲れ様です。虫やら選手紹介します。身長183センチ、高い、普通、利き足右スキルムーブ5、逆足音となってます。で、この選手も大体ですね、200万コインぐらいで購入することができまして、まあ一時期よりかだいぶね、安くなった。まあ落ち着いたって感じかな。という感じで早速、能力見ていきましょう。はい、で、能力ですね、見た感じはもう、能力がエグすぎる。ドリブルがほぼカンスト。ペース94、パス92、なんでもできる。で、この選手の特殊すべきところはですね、敏捷性、バランス、ドリブルが99、スタミナ99。ショートパス99。えぐいやろ。で、まあ、ウィークポイントなんですけども、見た感じはですね、シュート力の部分だったりとか、あとクロス、あと守備意識、フィジカル。まあ、ここら辺がちょっと低いかなと思います。で、選手特性は高精度シュート、彼の見逃し、アウトカーブ、フリアパス、ドリブルとなってます。で、連携スタイルなんですけども、俺はね、剣闘士で使ってました。なんかね、ペースはそこまで上げなくていいんじゃねえかなと思って剣闘士で使ってましたね。で、使ったんですけども、ドイツとバイエルンミュンヘンというところで、もう組み合わせやすい。もう困ることはないだろうと思いますね。で、置き場所なんですけども、2ブランチの CM とかでもいいんですが、433のね、CM とかが一番いいんじゃないかなと思います。あとは4231のキャムの部分だったりとか、ある程度攻撃的なポジションに置いた方がいいかなと思いました。というか、早速映像を見てみましょう。という感じで試合映像を見ていきたいと思います。じゃあね、まずは操作性のドリブルから見ていきたいと思います。じゃあまずドリブルですね。全体的に軽く足元にひっつく高速ドリブルということで、ドリブルに関してはね、やはりさすがだなという思えるような選手かなと思いました。あの足元にね、めちゃめちゃ絡みついてくる。なんか当たられそうになっても、取られないんですよね、この選手。なんやこいつみたいな感じのドリブルをしてくれる選手かなと思いました。で、似てるのがですね、個人的には、直近で言うと TOTS の坂っていう感じはしますかね。で、こういった突破からのシュートも打てるし、ストライカーがね、攻撃しづらかったら、このムシャラ選手でボールを持って自分でね、点を取りに行くこともできる。っていうことを考えると、やはりこの選手は攻撃的な選手なのかなと思います。ここら辺とかもね、まず自分で行って最後ちょっと決めきるからね。めちゃ強かった。という感じですね。パスですね。長い距離でも自由に通せるパス精度ということで。ムシアラ選手はですね、もうパスもできるんです。どの距離でもね、ガンガン通せるようなパス精度持ってるし、まあ逆足音ではあるんですけども、とはいえね、やパスの精度っていうところは非常にいい選手なのかなと思いました。スルーパスもね、かなり安心感のある選手だと思うし、パサーとしてね、非常に優秀な選手なのかなと思います。ただね、なんか一点気になるのは、やっぱクロスの部分かな。クロスの能力が低いせいか、若干ね、精度が悪いような気もする。なのでやっぱ中央で使って、ロングパスだったりとか、クロサーっていう感じの使い方じゃない方が、この選手は合ってるんじゃないかなと思います。という感じですね、ディフェンスですね。ジョッキーの速度は普通で、トリカの良いディフェンスということで、この選手のディフェンスはですね、ジョッキーがね、なんかそんなにめちゃ軽いっていう感じはなかったです。ただ、トリカはめっちゃいい。うん、剣道士つけてて守備能力上げてたっていうのもあると思うんですけども、トリカは非常にいいと思うので、そこら辺はね、安心していいところなのかなと思いました。自分からね、めちゃくちゃ取りに行きたいっていう人だと、物足りないっていうところあるかもしれないですけども、基本的な守備能力としては十分じゃねえかなと思います。本当に CM でも使える選手かなと思いますね。という感じですね。AI ですね。積極的にペナルティエリア内まで攻撃に絡みまくる AI という感じで。このムシアラ選手ね、思った以上に攻撃に絡むような動きします。これ CM2 ボランチで使ってたんですけど、今の位置にいるんですよ。縦関係作るというか、にいたりとか、ペナルティエリア内にどんどん絡みに行こうとするような選手だと思うので、やはりやっぱ攻撃的な選手。それでもっと言うと、433の CM で使うのがマジでベストかなと思います。ここでね、使えると、3トップの真ん中のね、ストライカーとも攻撃絡んでいけるし、自分でもドリブル突破もしていけるしっていうところで、ムシャラ選手は本当にね、433に合うような選手なのかなと思いました。ここら辺とかもね、いい位置にいてくれて、自分で攻撃も参加するよみたいな、セカンドボールも拾ってくれるのがいいかなと思いますね。という感じで次ですね、良かったところですね。足にひっつく、敏捷性抜群のドリブルということで。まあ、俺はここかなと、やっぱ思います。まあ、これがあることによって自分で持てるし、自分で持った上で、シュート、
うん、こういうのも参加していけるんで、パスもできる。すべてここが繋がってくると思ってます。これはマジで理不尽やったね。ひっつくなーみたいな。という感じでね、悪かったところですね。ジョッキーの速度ということで。やっぱりここがね、気になるところかなと思います。なんか重たさを感じるような気はしたので、で自分で取りに行きたいという人は、他の選手の方がいいかなと思いましたね。という感じで、ムシアラ選手の最終評価ですね。まあ、強いですね。何でもできるし、スキル5持ってるし、これは天才です。という感じで、この選手が向いてる人なんですけども、攻撃で違いを作れる中盤を求めてる人ですね。この選手ですね、本当に中盤としてかなり攻撃力高い選手かなと思いました。自分でね、ドリブル突破して、そこからシュート持っていけるし、パスもね、上手いし、守備もある程度できるっていうのが、いやー、この選手総合力高すぎると思いましたね。でですね、433の CM タイプを求めてる人ですね。この選手ですね、やっぱりね、守備部分がね、ちゃんとあるので、本当に43の CM、まあ、攻撃も守備もちょうどできるし、攻撃にもね、どんどん参加していける、みたいなポジションに置くと、一番ね、能力として発揮できると思います。そこを求めてるんだったらいいかなと思いました。でですね、一試合動き回れる選手を求めてる人ですね。この選手ですね、スタミナがね、99あるんですよ。それのおかげで、延長とかも全然行ってもね、全然動き回れるし、どんどん使っていける選手だと思うので、やっぱ一試合使える選手かなと思いました。でですね、向いていない人ですね。ジョッキーがしやすい中盤の選手を求めてる人ですね。この選手ですね、やっぱりジョッキーがね、ちょっと重いというか遅いって感じはしたかな。守備意識のせいだと思うんですけども、もっとジョッキーが速い選手を求めてるんだったら、他の選手がいいかなと思いました。でですね、フィジカルで押し潰されない選手を求めてる人ですね。この選手ですね、言ってフィジカルはね、そこまで強くないんですよ。なので、そこで潰される可能性があって、そこら辺を求めてるんだったら違う選手の方がいいかなと思いました。でですね、クロスアートしての役割をしてほしい人ですね。この選手ですね、サイドで駆け上がって、そこからクロス、みたいなところは、やめといた方がいいんじゃねえかなと思いました。クロスがね、まあ、一応上げれるし、まあ、ある程度上手いとこまで行くけど、めちゃめちゃ上手いわけではないっていう感じします。クロス精度が82なので、クロスをね、めちゃめちゃ上手い人が欲しければ他の選手の方がいいかなと思いました。で、この選手のランク付けなんですけども、俺は S だと思います。これは強い選手ですね。こんな何でもできるタイプで、攻撃的なタイプっていうことを考えると、かなり驚異的な選手かなと思いました。という感じで、ムシアラ選手の最終評価は、星9.0 です。という感じで 9.0 にしました。まあ、守備力の部分だったりとか、まあ、逆足の部分だったりとか、まあ、そこら辺がもうちょっとあればね、9.5 とか10にしてもいいかなと思ったんですけど、まあ、ここら辺かな。価格的にはね、200万ぐらいがね、妥当な感じは俺してるけどね。という感じで、この動画もしよければ高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。